はい、こんにちは、ニャンタル工房です。今回制作するのはフォトブキアとマルトイズのコラボ、メンテナンスロボットタモツのホワイトバージョンおよびブラックバージョンを制作していきたいと思います。これは、造形師である水野幸喜氏がデザインされたロボットだそうです。非常に丸っこくて可愛いロボットのキットとなっております。この通りで、これはフルフレーム構造となっていますので、外装を外してフレーム状態にすることができます。これですね、西暦2060年代に先進主義企業新しい社がリリースした最新型のメンテナンスロボット。最新型だそうですね。大量生産が可能な保つはアリやミツバチによる集団作業を得意とし、その作業の宅地処理はクラウド AI によって効率よく管理されていますと書かれています。アリやミツバチのように集団作業を得意とするっていうことは、女王蜂みたいな感じの管理するロボットっていうのが存在するんでしょうかね。もし存在するなら発売されてほしい気もしますね。で、ここへ保物の別、まあ上にコンテナを載せたような保物が載っていますね。というかこのコンテナ頑張ったら自作できますよね、箱組。まあこのコンテナがどういう役割を果たしているのかわからないんで、ちょっとあれなんですけど、形だけなら頑張ってるな、フルスクラッチできそうですね。で、ここの奥にちらっと見える、これ。これはツイッターで見たんですが、確かリクとかいうロボットだったと思います。荷物運搬用のロボット。荷物運搬形態と、あと高速走行時のトライク形態だったかな、それになんか変形するってツイッターでは書かれていました。これも確か発売になるはずなんですね。予約開始されたら欲しいですね。あとこのタモツですが、現在ここにホワイトバージョンとブラックバージョンありますが、確か5月ぐらいに別の色ですね、オレンジ色とスカイブルーバージョンが発売されます。それはまあリカラープラス、ここにアームがついているじゃないですか。これはダブルアームにするアタッチメントが付属しているそうです。自分は今ちょっと買おうかどうか今日かちょっと迷っています。いや、これ可愛いからいっぱい欲しいのは欲しいんですけどね。それじゃあこれを組み立てるとこうなります。はい、メンテナンスロボット保つ完成しました。といってもまだ外装はつけていません。先ほど説明しました通り、このようにフルフレーム構造となってますので、外装をすべて外すことができます。で、このような感じでもうディテールもぎっしり入ってますので、フレームを塗り分けても楽しいと思います。それではこれに外装をつける前に、まあ先にそうですね、合わせ目の話をしておきましょう。この保つですが、合わせ目は非常に少ないです。
まあ、目立った箇所といいますと、フレームのこの足のここの部分と頭のこの部分と、まあ合わせ目と言ってもいいのか、まあここにもう一応出ますね。フレームに関してはこのくらいです。で、外装に関しては頭のこの部分と端のカウルですね、ここへ合わせ目が走っています。4本全部なので、全体的に見ても保つは、合わせ目が非常に少ないです。そして簡単な合わせ目になっているので、まあ合わせ目消しの練習にも適していると思います。で、あと意外とパーツ数も少なくて組みやすかったので、プラモデル初心者の方にもちょうどいいんじゃないでしょうか。それでは外装をつけていきましょう。まずちょっと頭を外しておきます。で、フレームに関しても別に、フレームじゃない、外装に関してもそんな難しい取り付け方はないですね。非常に簡単に取り付けることができます。脚部のカウルに関しては外すときはちょっときついかもしれませんね。普通に引っ張ると足自体が抜けてしまいますので、ですが、そんなにバラすのは難しくはないですね。で、足のカウルは別にどの足につけろという指示はありませんので、適当にどこにでもくっつけることができます。これでメンテナンスロボット保つの完成ですね。ブラックバージョンはこんな感じです。黒と白、違うところは外装の色と、あとフレームの色が違います。黒はグレーで、白はブラックかな、ガンメタではないな、ブラックですね。だからまあ外装とかは全く同じなので、外装を黒と白別々に変えてもいいと思います。まああとは足だけ黒とか、そういう感じで色を混ぜたりっていうことすることもできます。で、これの付属品なんですが、まず予備パーツがあります。それがこのクリアパーツ、前と後ろのここですね、こことここのクリアパーツ、これがそれぞれ1個ずつ予備がついています。で、あとですね、この保つ、ここ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 、あとこれを外すとここで、あとこことここと、このアームがついているこの部分と、アームの先っぽと、3ミリ軸のがたくさんついています。ですが、全部これメスじゃないですか。それをオスにするパーツですね。こういうのがついていますので、こういうのをつければオス形状にできますので、いろいろな、まあ
MSG とかを持ったりすることができます。まあ、あと自作パーツ作ってもらうのにもちょうどいいと思います。で、これこの状態ですね。この状態は今は、ノーマルモードですね。で、ここから、ワークモードにしていきましょう。変形は非常に簡単です。まず足をヌーンと伸ばします。ヌーン、あとはよいしょ、アームですね。アーム、これこのような感じで展開します。こうですね。これがワークモードですね。作業用の、だからさっきのが要は移動用のモードですね。黒も同じく変形させてみましょう。伸ばして伸ばして爪を引っ張り出す。こうですね。ダブルワークモード、このような感じにノーマルモードからワークモードへ変形させることができます。で、ここのアームというか、この挟む部分ですね。ここを地味にいろんなものをぶら下げることができます。これアーミーコント、こんな感じでぶら下げることができます。仕組みもいい感じなので、全然へたることもないです。うん、非常に可愛いですね。なんか足をしまって、このアームだけ展開とかいうのができますね。まあ、あとはここへエフェクトパーツとかつければ、こう溶接してるみたいな感じのシチュエーションにすることもできます。ほんとこのアームに関しても地味に可動範囲が多いんですよね。だから5月かな、ね、発売されるオレンジとスカイブルーのでですね、あれにはこのアーム2本つけるためにダブルアームのジョイントがついてきますので、それを使うと確かこういう感じでダブルアームにすることができるんですよね。なのでダブルアームにしたいよという方は自作をするか、オレンジスカイブルーを買うか、どちらかですね。自分はどうしようかな。本当にこのタムツ非常に可愛いんで、いっぱい作って並べたいんですけどね。これ本当可愛いんだけどな。本当これは買って正解っていうですね。で、まあ大きさ比較なんですが、まずガバナと比べるとこのような感じですね。ノーマルモードだとこんな感じ。ワークモードにするとこのくらいのサイズとなります。そう可動範囲、タムツ本体の可動範囲なんですけれども、
まあ、アームは先ほどやりましたけど、頭はですね、これ若干引き出せるんですよ。引き出すことによって若干上を向いたり、下を向いたりっていうのが可能となります。だからこんな風にグリングリン動きます。で、脚部。脚部はこのように展開と、あとここで回るんですよね。このように。なので、まあ休憩ポーズみたいなのもすることができます。あと、アームで見ない。このような動きも可能です。なので、こんな可愛らしい足でもかなりの可動範囲があります。だからあれですかね。メンテナンスロボット。この、普段は、このような感じで、まあ、工場とかいろんなところでビューンと動いていますけど、いざ、まあ、階段とかあったら、足をこうやって伸ばして、まあ、階段とか物があったら、足をこうやって伸ばして、こうやって、テクテクと持っていって、メンテナンスするものを見つけたら、アームを展開して、メンテナンスっていう感じなんでしょうね。パッケージもにも書いてありましたが、アリやハチのような感じで集団で行動するらしいですからね。まあ、黒と白っていうのは、どうなんでしょうね。そのユーザーというか、そこの企業の好みになるんでしょうかね、色は。で、今やっているか、まだやっているかどうか分かりませんが、今、ツイッターの方かな。それとも、ことぶき屋さんのホームページの方から忘れましたけど、この端末の塗装コンテストやってますよね。応募された方とかいるんでしょうかね。自分はまあこれ塗装もしたいですし、ちゃんと合わせ目も消したいですけれど、まあコンテストとかはそんな応募する気はないですね。作ってツイッターに載せたり、まあこのチャンネルで紹介したりという感じになると思います。というかですね、今自分が今これで一番やりたいのですね、パッケージについてたここへコンテナ乗っかってたじゃないですか、あれを作りたいというのと、あとこれのまあ装備のバリエーションですね、それをちょっと作りたいな、フルスクラッチしたいなっていうのがありますね。バルカームフォートレスを作った時にフルスクラッチというかスクラッチが非常に楽しかったんで、でまあフォートレスのようなごつさを追求するんじゃなく、今度はこの端末に似合う装備とかをスクラッチしてみたいですね。まあ、まずこれの合わせ目消しですね。そこら辺からやっていきたいと思います。多分合わせ目消しは動画にすると思います。というか黒い方はあれだな、目が全然目指さないね。白はまだ白地で僕は黒だから見えるけど、まあここの目の部分はデュエルシールとかああいうのを貼ってもいいと思いますね。クリアパーツ、そのちっちゃいクリアパーツあったかな。そういう感じでちょっと目を光らせてもいいと思います。
ます。ということで今回の動画は、ことぶき屋さんとマルトイズさんのコラボ商品で、造形家の水野幸喜氏がデザインしたメンテナンスロボット、ホワイトバージョンおよびブラックバージョンのレビュー動画でした。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。ニャンタンの動画でした。